荷主には、まあ、物流統括管理責任者の選任が義務付けられるということなので、まあ、どっちかっていうと運送事業者よりも物流に関しましては荷主さんの方が、なんか規定が厳しいかなと、うん、物流統括管理責任者っていうのを、物流統括管理者っていうのをまあ、選任させないといけないから人件費がその分上がるということにもなるとは思うんですね。で、ここの責任者っていうのは、まあ、物流のことに関してはすごい詳しい。